日本神奈川県藤沢市石川石川は神奈川県藤沢市の町邸、大座。現行行政地名は石川1丁目から石川6丁目と大座石川。住居表示は未知市区域。郵便番号は252-081号。引地川県道43号1丁目付近から南方向藤沢市のほぼ中央に位置する。 南北に縦断する県道43号は、主要地方道であり、藤沢市中心部と県央部を結んでいることから、交通量が多く、区域内においても商業施設が多く、秋葉大公園とも隣接する。北部は引きちか支流と県道43号沿いの相模や大地であり、桐原町と隣接している。このため、周辺には大型工場、工業団地、 ジスティックスセンターなどが多く見られる。南部はオバより続く、引き地下沿いの低地である。湘南ライフタウンの一部となっており、前校団地とも隣接している。区域の多くが北部第二土地区画整理事業によって区画整理された住宅地が広がる。地区全体が藤沢市北部の拠点である湘南台に近いこともあり、施設名に湘南台の名を掲げる例が多い。 開発が進む一方で、石川丸山やとには野生のホタルが見られ、貴重な里山として、神奈川県の里地里山保全等地域に認定されている。なお、北東部の桐原町内に飛び地がある。藤沢市の13の行政地区の区分けでは、市内最多の4地区に分けられている。かつて石川に含まれた地域に関しては口実。 商法年間の相模国鉱座群石川村周辺。右側が北。新編相模国フード機構第3週大隅愛講鉱座群商法改定図より抜粋。北部第2地区画整理事業によって南丹や山遺跡が発掘調査され、石川には旧石器時代から人々の営みがあったことが明らかになっている。南館や山遺跡からは縄文。 古墳、奈良、平安、中近世までの遺跡、遺構が発見されている。古くは、石川、石鹿川とも表記された。平安から鎌倉時代にかけて、南に隣接する大場号を中心とした、荘園、大場ミクリアが成立しているが、北端とされる大巻崎が、現在のどの地域を指すかが不明なため、石川が大場ミクリアに含まれていたかどうかは定かではない。 鎌倉時代の御家人で、後に浄土集海その法年に帰した道弁は、相模国王はミ里や石川里の出身と伝わる。戦国時代には、石川六人衆と呼ばれる豪族がこの地に勢力を伸ばした。南西部に位置する沢神社は彼らによって勘定されたと伝えられる。現在、彼らの名前は一部の地名や施設名に名残を残す。 豊臣秀吉による小田原生伐の際に、隣の遠藤村の寺に出された生札には、四方屋の小石川の里との表記が見える。江戸時代は、旗本の中根忠しげが200国を与えられて、以来、中根氏による治療が続いた。廃藩治験後は、周辺の五村と合併し六海村となる。六海の由来はこの時の六村による六、家村組合から。戦後は、 藤沢市に合併し、開発によって、発展、住宅地化し、以前の田畑が広がる風景は想像しにくくなりつつ、ある。全国各地にある石を流す川、小石混じりの川周辺の地形を指す。引き地側が、相模や大地を削ってできた石の多い地形を指すと、考えられる。新編相模国風土気候に記録された、照名過去の一時期のみ、地図上で確認できる。 地名区画整理事業前の小技これらは、町名表示されない場所や、交差点名やバステ名などに今も残る。なお、一部は、全高団地、桐原町、天神町として分離している。変遷表藤沢市北部の工業地帯周辺に位置するため、住宅地、市街地と、純工業地帯が混在する。地区の南部を中心に建築関連の企業が多く、 特に大手建材メーカー、リフォームメーカーのショールームの集積が見られる。リクシル藤沢水回りショールーム地図2018年2月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。遠く域において私立小中学校に通う場合、学区は目安として以下の通りとなる。詳細については学区明細地図の参照が必要である。2019年現在、 当地を通る鉄道路線はない。相鉄泉野線を延伸による新駅構想があり、泉野線駅周辺町づくり連絡会が設置され、町づくりに関する意見交換や泉野線の延伸についての情報共有等が行われている。当地直線距離での最寄り駅は小田急江ノ島線6階日大前駅がであるが、バス便は交通拠点である湘南台駅に集中している。 神奈川中央交通のツインライナー、小25南大山バス停に停車する。2019年5月現在、当地北部を中心に、湘南大駅西口へと向かう多くの便が頻繁に運行されている。南大山バス停は、連接バスによる急行が平日、土曜に停車し、最大1時間あたり10本のバスが運行されており、利便性が非常に高い。また、 県道43号線沿いからは、藤沢駅北口へと向かうことも可能である。辻堂駅行きは1系統のみの運行であるが、南西部であれば、大場の湘南ライフタウン方面に歩くことで、湘南ライフタウンと辻堂間を運行するバスを利用することが可能である。地域内の公園隣接する場所に位置する、公園当地生誕にある、神奈川県道43号藤沢厚木線周辺に、 スーパーや大型商業施設の出店が相次いでおり、活況な状況にある。マクドナルド・藤沢石川店、トヨタモビリティ、神奈川湘南店。ありがとうございます。